ここで速報です。宗谷地方に記録的短時間大雨情報が発表されました。15時10分までの1時間に記録的な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が発表されました。解析雨量で中頓別町付近で約90ミリの雨が降ったとみられております。ここでいただいた報告を見ていきましょう。皆さんからいただいた報告、マップで見ていきますと、より発達した雨雲が見られ、この付近で、この後も強まる可能性がありますので油断ができません。また先ほど15時20分ごろに土砂災害警戒情報も発表されました。中頓別町土砂災害警戒情報も発表されております。地盤が緩む恐れがありますので、引き続き急な斜面、崖など危ない場所には近づかないでください。では今後のこちらも見ていきましょうか。AI レーダーですね、北海道道北のあたり見ていきますと、雨雲が次々と湧いてこの後も強まる恐れがありますので油断ができません。続いてこちらの警報危険度マップです。土砂災害危険度についてまとめたものです。非常に危険となっている場所がありまして、今後も急な斜面、崖など危ない場所には近づかないでください。以上、速報をお伝えしました。